午前6時31分ごろ、石川県能登地方で最大震度5強を観測する地震があり、男女2人がけがをしたということです。気象庁が今後1週間は同じ程度の地震が起こる可能性が相当高いと注意を呼びかけています。また、元日に起きた地震と一連だと説明していて、同じ程度の地震が起こる可能性が相当高いと注意を呼びかけました。